ハゲ山となった伊タ助古墳。1975年1月。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ステレオ写真はこちら伊タ助古墳は、大阪府堺市北区モズ本町にある前方公園墳。モズ古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。前衛門山古墳モズ古墳群のほぼ中央。 大仙陵古墳の南、上石津三山在古墳の東に位置する。墳球町、約146メートルで、モズ古墳群では8番目の大きさである。墳球は三段に築かれ、南側に作り出しがある。主体部の構造や副装品などは不明。大地の南端に位置するため、集合の南側には大規模な包みが築かれている。倍長は数基あったとされるが、 全衛文古墳のみが現存している。昭和30年9月、私有地であったため土砂の採集と住宅造成のため破壊されることになった。自治体の資金難により買取が難しく、市民運動が発足して保存された。その際、公園部から出土した昇格付け兜の埴輪は、現在、堺市の文化財保護のシンボルマークになっている。この工事の際には、 土砂を取る重機を入れるため集合に橋が架けられ、樹木の伐採が行われた。伐採は半ばで中断されたものの、古墳の半分ほどがゲ山となった。橋は2019年現在でも半分が残されている。ゲ山となった部分には草が生い茂っているため、いたすけ、古墳の航空写真は樹木と草によりまだらな外見となっている。 周囲は住宅街であるが蒸気の経緯で古墳には林と水場が残されたため狸が住み着いている。1980年代に水質の悪化による異臭に対して周辺の住民から苦情が上がり池干しとヘドロの除去が行われた。その際に観光の南西部に沈没していた木造の小型船について調査が行われ少なくとも 昭和初期以前に製造された和船であることが確認された。竹林の繁茂により土砂が崩れる恐れがあることから、堺市では整備事業への寄付を呼びかけており、ふるさと納税も活用されている。古墳の規模は次の通り、ありがとうございます。